雪だるまを折ります。まずこちらを、白い目が表にくるように半分に折ります。半分に折ります。こちらの部分を段折りします。こちらの部分を三角に折ります。こちら側も引き出して三角にします。反対側も同じように折ります。裏返して、こちらの開いている部分を残して、角を後ろ側に折ります。こちらの開いている部分は角を内側に折ります。こちらに顔を描きます。こちらで完成です。